こんにちは、シネマプロムナードへようこそ。今回は1968年公開の黒部の太陽についてお話しします。作品監督選び。昭和41年当時、まだ三船プロにいた制作者根津博は、石原プロの専務中井明に一つの原作を勧めます。これが木本庄司著黒部の太陽でした。関西電力が583億円の巨費と延べ1000万人の労務者、6年11ヶ月の年月を投入して昭和38年6月に完成させた黒部第4ダムの建設記録。そこに男の仕事、生活というものを生々しく感じた中井は、まず石原の快諾を得、6月末に原作者の木本と会見して映画化権を買い取ります。当時映画グランプリ出演のためイタリアにいた三船も、中井から送られてきた原作を一読し、速達で賛成の返事を送ってきます。一方、中井は監督を誰にするかという大きな問題も抱えていました。巨匠では困るというのが基本方針でした。三船はこれ一本に仕事を集中する余裕があるだろうが、石原の方は少なくとも4ヶ月を要する撮影期間中、日活を完全に留守にすることはまず望めない。その場合、掛け持ち出演を頑なとして認めてくれない巨匠では、かえって立場を苦しくするばかりだと考えた中井は、当時日活で企画が次々と中止に追い込まれていた熊井慶に白羽の矢を立てます。熊井起用については、はじめ三船がやや難色を示しました。しかし、帝銀事件死刑囚、日本列島の2本の熊井作品が2本ともベスト10上位にランクされる秀作であったことを知り、その才能を橋本忍など多くの人からも保証されて、心よく納得するに至ります。五社協定。当時の映画界には五社協定と呼ばれる契約が存在していました。これは当時の映画制作配給会社5社、松竹、東宝、大映、日活、東映の間で取り交わされた契約で、配給各社に所属する監督、俳優などと専属契約を結び、その給与等を保証する代わりに、他社の作品には原則的に関わらないという全近代的なものでした。特に新人には厳しく、入社3年未満のものを新人とし、この期間中は所属会社の承認がなければ出演契約も雇用契約もできないと決められていました。その理由は、もしトップクラスのものがどしどし他社出演したら、どこの映画館でも同じ顔ぶれで、各社の持ち味がなくなり共食いになってしまうという背景がありました。例えば、ある俳優がもしこの協定を破って他社の作品に出演した場合、その後どの会社の作品にも使ってもらえない、つまり俗に干されるという状態になります。実際にこの被害に遭ったのが山本富士子、三國連太郎などでした。五社協定への挑戦。この協定に完全と反旗を翻したのが、当時独立プロを設立していた石原裕次郎でした。どうせ独立プロで映画を作るなら、不可能と思われる材料に取り組まねば意味がない。既成邦画社5社で作れる題材なら、何も苦労して独立プロで作る意味がない。黒部の太陽をドラマ化し映画にすることこそ、独立プロに生きる僕たちの使命ではないか。そこで前々から一緒に何かやりましょうと手を組んでいた畏敬する三船敏郎先輩に相談した。よし、我々の力で不可能を可能にしてみよう。さすがに世界に名だたる三船先輩である。そこから我々の準備がスタートした。五社協定の壁。裕次郎と三船は各社の協力を得るべく、自分たちの熱意を伝えて奔走し、なんとか制作発表までこぎつけます。ところが、当然のことながら五社の反発は大きく、当時独立プロを作っていたとはいえ、日活の看板俳優だった石原裕次郎と東宝所属の三船敏郎の共演に対して、日活のワンマン社長堀久作は猛然と妨害工作に出ます。君らは五社協定を無視するのか、それとも忘れたのかと言い、君らが制作をやめなければ熊井を解雇する。
監督の熊井圭は当時日活専属の監督だったのです。裕次郎の情熱に負けて辞職も覚悟の上でこの映画の監督を引き受けていた熊井は、すでに制作発表の段階で大まかなシナリオを完成し、スタッフや機材の手配やキャストの出演依頼を取り付けていたため引くに引けません。さらに堀社長の矛先はプロデューサーの中井明にも及びます。日活の社員だった中井は周囲と様々な接触をしながら、良い映画さえ作れば分かってくれると楽観的に考えていました。ところが堀社長は彼へも解雇通知を突きつけます。心労がたたり、中井は1ヶ月で7キロも痩せてしまいます。堀久作社長がここまでこだわったのは他社へのけじめという理由もありました。日活は戦時中の映画企業に対する国家統制によって一度倒産し、昭和28年その再開を発表した際に協定に同意することで独自の路線を開拓していったという経緯があったのです。一方、もう一人の優、三船敏郎にも問題が山積していました。海外出演、資金調達、五社協定、打開の糸口が見つからず、彼の焦燥感は頂点に達していました。彼は正々堂々と5社の了解を得て円満な形で制作したかったのですが、それができない。三船プロ内部においても賛否両論があり、統一が取れていない。肝心の関西電力も協力体制が整っていない。制作費を三船、石原両プロでどうするかも正式には決まっていない、等々八方塞がりの状態でした。そこに日活との間を取り持っていた中井明が、事態打開のために日活に辞表を出すという知らせを受けます。三船は凄まじい形相でテーブルの上のビール瓶をつかみ、壁に向かって叩きつけて叫びます。やつらめ。配給問題。そこに追い打ちをかけるように配給問題が浮上します。堀社長によれば、五社協定に違反している限り、すべての配給会社が配給に応じないというのです。結局、日活は熊井圭監督と中井明プロデューサーに、懲戒解雇という厳しい処分を下します。三船は言います。もうこうなったら作るしかない。出来上がったらフィルムを担いでアメリカでも東南アジアでもどこへでも行くぞ。そうよ、やるっきゃない。俳優がいない。記者会見からすでに1ヶ月が経過し、そろそろキャスティングをしないと1月下旬のクランクインに間に合いません。しかし、それまで出演協力をすると言っていたスターの中には、五社協定に恐れをなし、出演を躊躇する人もいました。当然ながらいくら対策といえども、吉永小百合や浅岡瑠璃子、高峰秀子など、いわゆる看板女優と呼べる大物は使えません。裕次郎と熊井は劇団民芸の宇野重吉を訪ね、助けを求めます。宇野はそれを心よく引き受け、北川の3人の娘役のうち2人は柏山文枝と氷呂智恵が決まります。柏山は同年に放送された NHK のお花藩、氷呂は旅路の主演で人気が出ていました。その他のキャストも、新劇、新派、新国劇を代表する俳優から選ばれることになりました。逆に言えば、映画界からの出演者である志村隆、佐野修司、岡田英二、二谷秀明、高峰美恵子らは相当の覚悟で臨んだということになります。三船敏郎の奥の手。昭和42年6月26日、三船は単独で日活の堀久作社長と面談します。裕次郎と打ち合わせた通り、黒部の太陽を一括で配給してほしいよし、再度堀社長に申し込み、手持ちの強力なカードを切ります。カードとは、関電が前売り券100万枚の販売に協力するという約束でした。赤字続きの日活にとって、この100万枚は喉から手が出るほど欲しいはずだ。しかし日活は絶対に配給しないと五社長会議で言い続けてきたし、その上熊井、中井両者に解雇処分を通告してしまった手前、この申し出を簡単に飲むわけにはいかず、堀は苦しい選択を迫られるはずだ。その後、この三船の思惑通り、堀社長の本意の言葉が報道されます。
配給を決定したことによって日活はルール違反を自ら犯したことになり、五社協定は内部から崩壊していくことになります。その3日後、記者会見が開かれ、配給は日活、労働省は東宝、熊井監督の解雇は撤回といういわば円満解決で、長く続いたもう一つの破砕体問題も終焉を迎えます。三船敏郎47歳、中井明43歳、熊井圭36歳、石原裕次郎32歳、仕事盛りの4人の心が一つになった瞬間でした。黒部川電源開発史。実は黒四工事から遡ることおよそ30年前、黒部開発には大きな黒歴史がありました。それは映画の中で裕次郎の父源蔵、かつての佐藤工業社員森らが関わった黒部第三ダム建設にまつわる歴史でした。満州事変から日中戦争に至る戦時下の電力供給を危ぶんだ軍部は、黒部川に新たなダム建設を計画し、軍命令による強制労働を敢行します。黒部第三ダムの上部軌道は岩盤全体が百数十度もある高熱地帯で、穴を開けてダイナマイトを仕掛けようとすると火をつけないうちに爆発し、何人もの犠牲者が出ました。それは軍の絶対命令下で人命を無視して強行され、多くの労務者たちが反強制的に駆り出されました。現場は高熱地獄と呼ばれ、結果的に越冬時の雪崩による死者なども含め、犠牲者は全校区で300人余りに及んだと言われています。映画の中で当時を経験した森は言います。岩盤に早く火薬を詰めないと自然爆発してしまう。だが恐ろしいとかできないとか、そんなことを言っちゃいられない。日本が戦争に勝つために、戦力増強の電力のために、何しろ当時は軍の絶対命令でしたからね。逃げるに逃げられない。いや、今持っても総計立ちますよ。もし地獄というのが本当にあるなら、ここの工事がその地獄でした。82メートルのドラマ。本書には撮影にまつわる様々なエピソードが記されていますが、ここでは破砕帯からの出水シーンに絞ってお話しします。後に分かったことですが、この破砕帯の長さは全長5430メートルに及ぶ感電トンネルのうちわずか82メートルしかなかったといいます。にもかかわらず、これを突破するまで約7ヶ月もの月日がかかりました。まずはこのシーンに至る経緯について、関西電力株式会社のホームページに公開されている動画を一部抜粋してご紹介します。ダム建設に必要な大量の資材や機材を黒部に運び入れるための道路、それが北アルプスの中腹をぶち抜き、黒部の谷を直通する 5.4 キロに及ぶ大町トンネルだ。その中枢を担う大町2号トンネルがダム建設の命運を握る。トンネル工事は1日に4メートルと言われた時代、 5.4 キロのトンネル開通には通常3年以上かかる。しかしこの大町トンネル開通のために与えられた工期はわずか1年だった。1956年8月、ついに工事が始まった。1日でも早く、1センチでも前へ。今までの常識を覆し、1日で最高 14.5 メートルを記録。男たちは驚くべき速さで掘り進み続けた。このまま行けば工期に間に合う。工事が始まって273日、1691メートル地点に達した5月1日、頑丈な支柱が、鉄骨の梁が悲鳴を上げた。黒部の破砕帯がその姿を現した。破砕帯とは、岩盤の中で岩が細かく割れ、地下水を大量に溜め込んだ軟弱な地層。岩や土砂、湧き水が一瞬のうちに坑内を飲み込む。摂氏4度、最大毎秒660リットルの湧き水が滝のように噴き出す。破砕帯は屈強な男たちの歩みを阻んだ。凍てつく手足。過酷な作業は60分ごとの交代制。それでも滝出すそばから土砂が崩れる。男たちの希望は行き場を失っていった。
このまま終わってしまうのか。このシーンは映画前半のクライマックスとなるため周到な準備が重ねられました。以下本書から抜粋して引用します。まず実際にトンネルを掘り抜いた熊谷組の全面協力のもと、愛知県豊川市の工場敷地内に感電トンネルを再現。幸い構築資材及び機械の多くは黒四建設当時に使用した実物が工場の倉庫に保管されていた。広々とした工場敷地内に作られた撮影用のトンネルは、本校と向かい堀トンネルを合わせて210メートル、小口のオープンセット40メートルとパイロットトンネル、それとは別に破砕帯の切り刃を破り吹き出す大量の水をためる大型貯水槽が作られた。幅7メートル、高さ5メートルのトンネルの中は地面に花崗岩の砂利が敷き詰められ、コンウェイショベルやトロッコ、ジャンボなどの大型機材が運び込まれた。トンネルの中はレールや大小の機材が鈍く光っていて、その先に花崗岩の切り刃が設置された。壁を支える150本の鉄板にはきめ細かい凹凸と汚しがかけられ、本物の壁と見分けがつかぬほどだ。こうして本校内は感電トンネルの当時をリアルに再現することができた。こうした環境の中、9月1日撮影が開始されます。そして9月30日、シーン95の後半、いよいよ切り刃が裂け砕け、膨大な岩石が崩れ落ち、滝のような湧水が堰を切ってほとばしり出てくる第一部のクライマックスシーンの撮影となります。破砕帯大出水シーン。撮影プランの図です。水槽から1秒間に25トンの放水を行い、実際のトンネルで噴出した水を再現するために、それにズリと呼ばれる大量の軟弱花崗岩を混ぜる構造になっています。シーン95の芝居は切り刃の崩壊の危険が迫ったので、北側が全員退避を命ずるところから始まります。しかしそれに逆らう源蔵と岩岡が揉み合いとなり、仕方なく北側、岩岡と3人の候補が源蔵の手足や体を抱えて退避しようとします。次の瞬間、切り刃が崩壊し、大量の水とズリが噴出してきて、一同はその激流の中を逃げるというものでした。この撮影は絶対に失敗は許されないために、周到な準備と何回にもわたるリハーサルが繰り返されましたが、その後思いもよらない事故がスタッフを襲います。この事故の模様は実際の現場からの報告の方が迫力がありますので、少し長くなりますが、同書からほぼ原文のまま再び引用します。午後5時、チーフ助監督の片桐氏の掛け声で全員が配置につき、水槽とずり落とし装置の最終点検を行う。5時30分、地面への流水と鉄砲水の放水開始。本番スタートの6時が刻々と迫ってくる。私はキャメラマン一人一人に、何が起きても私がカットというまでスイッチを切らないように頼んで回る。5分前と片桐氏、誰も動かず、ただ流水放水の音のみ。用意スタートと私、それが片桐氏のトランシーバーでトンネルの外に伝達され、水槽のゲートが開かれた。切り刃と水槽との間で水がゴーゴーと渦巻く音が聞こえてくる。ズリが落とされた音が響き渡った。しかし同時に破れるはずの切り刃はびくともしない。5秒、6秒、7秒、でけえぞと三船氏が叫んだ。次の瞬間、ドカーン、ダダダーン、切り刃が裂け砕け、膨大な水とズリがほとばしり出てきた。三船氏を抱えた石原ほか5人は一斉に走り出した。いや、逃げ出した。数十本の丸太を井桁に組み上げた2つのサンドルは飛沫を上げ浮き上がると、一瞬にしてバラバラに分解し、一堂にのしかかってきた。三船氏は後ろを振り返りながら私の横を無事駆け抜けたが、石原氏たちは遅れて瞬く間に水に飲み込まれてしまった。だが石原氏は前のめりの姿勢で流されながら必死に顔を上げている。右手から救助に中石が飛び込み、笹島建設の労務者たちも続く。水は巨大な生き物のように渦巻きながらキャメラの前面に迫り、助手たちも私もあっという間に飛ばされてしまった。私の腰に丸太が当たった。三船さん、ゆうちゃんと二人を探す人たちの声が聞こえ始めた。
トンネル内の出入り口が開けられ外光が入ってきた。1分ほどして水が引いたところで、ライトをつけろと怒鳴る片桐氏の声が聞こえ、ライトがつけられ元の明るさに戻った。三船氏は無事だったが、石原氏は全身を打撲しているようで、すぐに市民病院送りとなり、私もスタッフ数人と市内の病院で診察してもらう。腰と手足を強打していたが、骨折の心配はなし。石原氏は事故の時のことを、口伝我が人生の言葉の中で次のように記している。僕は一度死んでいる。黒部の太陽の出水シーンの撮影事故で気を失い、何分か何秒かはわからないけど、その間僕は確実に死んでいた。逃げ場のないトンネルの中に420トンという大量の水が10秒足らずで放出されたんだ。一瞬の出来事に僕もスタッフも逃げる間もなかった。あっと思った瞬間に気を失っていた。そんな感じだった。だから正気に戻った僕はスタッフの何人かを死なせたものと覚悟した。幸いにも全員命は助かったけど、40〜50人みんなが病院へ運ばれていったんだ。怪我が一番ひどいのが僕だった。キャプタイヤという撮影用コードが僕の体に蛇みたいに絡まっていた。絡まった瞬間気絶して水もだいぶ飲んでしまった。病院に担ぎ込まれてストレッチャーの手術台の上に乗せられた時に、先生タバコを吸わせてくれと言って砂利だらけの軍手を取り、タバコを指で挟んで吸おうとしたら右手の親指がなかった。後ろ側に折れ曲がっていたんだ。トンネルで流されながら必死でレールの枕木につかまろうとして押し流されて失神した。親指は多分その時に折れたんだろうね。10本の指先はすべてレールの下に敷いた砕石に擦られて指紋が全部なくなっていた。親指の骨折のほか左の大腿部も大打撲して、これは今でもすごい傷跡が残っているんだ。でもスタッフの全員が助かったのは考えてみれば奇跡だと思う。神に感謝しつつ、プロデューサーとしては一安心したものだった。最後に制作が初に着いた頃の三船敏郎の言葉を紹介してこの動画を終えようと思います。人間とは不思議な生き物である。時々不意に荒々しく何ともできぬ情熱が全身にみなぎり、理性などではとても制御できなくなる時がある。その情熱に身を任せてしまえば、困難と辛苦しか待っていないことがよく分かっておりながら、ある意志を持ってどんどん突き進んでしまう。そういう情熱が久しぶりに起こった。黒部の太陽をロンドンで一読し、裕次郎君の手紙にある映画化は不可能と思える材料ですが一丁やってみませんかが私の胸にバスンときた瞬間から、私は黒四建設の再現熱に取りつかれてしまったのである。終戦直後の昭和21年に東宝のニューフェイスとして俳優になってから、もう何本ぐらいの映画に出演しただろうか。一本一本の作品に喜び、悲しみ、怒り、満足の思い出があり、その時代私の年齢にふさわしいだけの張りがあった。しかし私が完全に主体性を持って情熱の虜となり、この一作にのめり込むということは、この黒部の太陽が初めてではなかっただろうか。石原裕次郎君という男は若いに似合わず実にしっかりしている。彼がいなかったら私のちょっとつだけでは映画を作るところまではいかなかっただろう。今回はこれで終了です。長時間ご視聴いただきありがとうございました。この動画がお気に召した方はグッドボタンとチャンネル登録をどうぞよろしくお願いします。それではまた次回別の作品でお会いしましょう。ごきげんよう。